レゾリューション島はニュージーランド南西部のフィヨルドランド地方で最大の無人島であり、面積は208キロ平方メートル。島は国内で7番目に大きい。レゾリューション島は南東の本土からダスキー海峡とブレイクシー海峡によって隔てられている。この島はファイブフィンガーズ半島として知られる西岸の長くて狭い半島を別として長方形である。 フィヨルドランド海洋保護区として保護されている。島は、1773年3月の第二次探検で、ダスキー海峡に到達したジェームズ・クック船長の船、レゾリューションにちなんでいる。島は2004年に、外来種を排除し、在来種を保護するため、ニュージーランドの沖合保護区の一つに選ばれた。年、国土測量局に、島の管理人として、 リチャード・ヘンリーが選ばれた時、本土のいたちによって犯されていたフクロウオウムやキーウイのような動物が仕入れられた。1900年には、お古女が島に到来し、この島の最初の保護計画は失敗に終わった。2009年7月15日、レゾリューション島はマグニチュード7.8の地震の信号となった。ありがとうございます。